国鉄寺一系貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、鉄製有害者である。本形式は、国鉄が1963年から1966年に、かけて、共産工業及び、鉄道車両工業において180両を製造した、国鉄初の17トン積みに軸鉄製有害者である。国鉄所有の鉄製有害者は、本形式が最後である。 15トン積みであった、全球、テム300型を基本に、新しい拡大車両限界を採用して、車体を大型化したものの、大枠等の軽量化を行って、自長は、同形式比0.6トン軽くなった。車体は、漏水を防ぎ、積み荷の化学反応による発熱に対応するため、床板、側板、屋根まで全て後半製である。積み荷のばら積みに配慮して、 内側を平滑にするため、内張りはなく、側柱を外側に配して側板に平ら鋼板を使用している。また、二役用扉として、車体中央部に幅 1700mm の片引きの高精度を配し、横に2畳の補強用リブがある。側引き度は、粉塵による詰まりを防ぐため、釣り度であった。屋根カーブは単一曲線とされており、 側板との接続部には折れ線がついているのが特徴である。荷室の寸法は長さ七千百二十ミリメートル、幅二千四百八十五ミリメートル、高さ二千四百ミリメートル。床面積は十七点四平方メートル、容積は四十二点五立方メートルである。全長は七千九百二十ミリメートル、全幅は二千八百五点六ミリメートル。 全高は3 6 6 2 1ト、mm、ル、軸距は4 0 0 0トル、地長は8.6トンである。本形式の軸バネ指示装置は2段リンク式で、最高運転速度は時速7 5トル、車軸は12トン超軸である。ワム6万型やワラ1型と同じくバネ釣り受けを横張りに設置した近代構造としている。本形式は、 生石灰の輸送用として、森岡鉄道管理局や高崎鉄道管理局、名古屋鉄道管理局などに専属配置されて使用されていたが、貨物輸送システムの転換に伴って廃車が進み、1986年に形式消滅した。本形式は、三重県稲部市の貨物鉄道博物館に、テラ146が保存されている。ありがとうございます。